I'm Japanette, soon arriving on Earth. Okay for landing, Uncle T. まもなくこのステージに帝国歌劇団が参ります。ステージの前でお待ちください。心してお待ちください。白線の内側に下がってお待ちください。帝国歌劇団を率いてくださっている、ジョーカー閣下という方をですね、このステージにお招きしたいと思うんですけども、手伝っていただけますか？今日大丈夫？あと結構な時間かかるけど大丈夫？温存してるの大丈夫？頑張ってね。あの閣下出てこないから。はい、では、私がですね、閣下の名を言ってみろって言ったら、皆さんの方で、ジョーカーと高らかに大きな声で、たまに可愛らしい声で、言ってくださると、あの閣下は可愛い女の子が大好きですので、可愛い女の子がいっぱいいるって思うと素早く出てきますのでね、可愛い声や、のぶとい声でもまあ大丈夫だと思いますけども、大きな声で呼んでいただければと思います。ちょっとね、練習してみようと思いますので、私が閣下の名を言ってみろと言ったらジョーカーですよ。OK ですか？大丈夫ですか？聞こえてますよね。よし、行きますよ。じゃあ練習ですよ。行きます。閣下の名を言ってみろ。ジョーカー。もうちょっといける。もうちょっといけるよ。新年明けましてですからね、新年一発目、もうちょっと元気にいきましょう。あとね、あの可愛い声もちょっと欲しいな。可愛い声もちょっと高めの声で言ってみましょう。もう一回ちゃんと練習いきますよ。閣下の名を言ってみろ。ジョーカー。頑張ってるね。頑張ってる人いるね。そんな感じで、いや、もう最後本番いきますよ。閣下のが、気持ちよく出てこれるように皆さん大きな声でお願いします。いきますよ。閣下の名を言ってみろ。ジョーカー。ジョーカー閣下入場。加えたドラレコ、 追っかけて、
アントニオ猪木先生がよくやってる元気ですかを皆さん一緒にやるよ。いい？元気ですか？あ、元気ですって返してね。いきますよ。元気ですか？いや男ばっかしや怖いわ今日ね。でもね今から出てくるの可愛い子ばっかし出てきますんでね、もうねトップバッターからねもうねチャカチャカしてますんでね呼びたいと思いますよ。トップバッターのね出てきてくださいお姉ちゃん。今日あの俺設定西成のおっさんの設定になってるんで、お父ちゃん、あっ、さよ一人かわいいね。今日あれですか。はい。何されるんですか。今日何されるんですか。触っていいんですか。ダメです。ダメですよ。いいですか。はい、はい、トップバッター萌えです。よろしくお願いします。もうおっちゃん引っ込んどくから次にやって。はい、では聞いてくださいコネクト。顔した約束は忘れないよ。目を閉じて背中に星を添えた闇振り払ってスーするよ。振り返ったら待ち涙の私ここで待ってみろ。
願いします。Thank you.
わスモックすごいな、全然顔見えないからちょっと近づくね。ですね、帝国歌劇団の、ソロコラボ枠がですね、第1弾始まりまして、1曲目コネクト、萌香さんですね、2曲目ほうき星アリスさん、3曲目フォーエバーだよね、これね、ちょっと英語苦手なんですけどね、ミルッチャ、4曲目ロマンティックガレモンド、マイマイですね、5曲目にニューデニューライフ、天宮かなでさんでした。ですね、まあ、パチ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 、私はですね、8月の、名古屋の帝劇の公演以来、まあ、ここに立ってるんですけども、その帝劇のイベントとしてはですね、なんかこう見るたびになんかこうみんな上手くなってて、こう俺何やってたんだみたいな感じになるんですよね。まあ、なんかそうやって、グループならではっていうかね、こう切磋琢磨していけるのも、まあ、手劇のいいところなんじゃないかなと思ったりします。そんな感じでですね、結構ですね、この第1枠のですね、手語歌劇団の枠はすごい長くてですね、まだ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 すっごい続きます。みんな頑張って頑張って耐久レースみたいに続いていきます。そんなコーナーでですね、次歌うのは、私です。はい、歌います、伊沢りのんです。はい、ですね、歌う曲はですね、歌う曲は後で説明してくれると思うからいいや、クラナドが好きな方はわかるかなと思います。聴いてください、お願いします。
Bye.
っきり出てきますからね。嫌でも顔覚えますよ。はい、今、歌っていただいたのは、私が歌ったのが、クラナドアフターストーリーの、トーチ、そして、微笑みの爆弾アンジェラさんですね、あとあの8曲目で、それでも明日はやってくるモグマロちゃんで、9曲目が、ギブアリーズン。すごい盛り上がってましたね。みんなスレイヤーズ大好きなんですね。神崎樹里さんです。そして、ダイヤモンドクレバスナさんでした。ありがとうございます。何回もね、私出てきてますけど、まだまだ続きます。次、言っていただ